仁徳天皇がお示しになった通り、民がご飯食べられなかったら税金をおやめになって、消費増税じゃなくて防衛増税じゃなくて税金をお取りになるのをおやめになって、ご自分が上に直面なされても皇后陛下が陛下も税金元に戻してくださいとおっしゃっても、いや違う、民の幸せだけが朕の幸せであると日本書紀に記されている。もしこれが実際の話じゃなくて架空だったらもっとすごいですよ。そんな古い時代に国の理念とは民にあるんだということを示したっていうのは日本のオリジナルの哲学なんですよ。総理も財務省も国家間を持っていないということが問題だと僕は指摘せざるを得ません。